はい、こんにちは、ゆうたです。今日は防御こそ最大の攻撃みたいな、そういう話をしたいなと思います。はい、結論言いたいこととしては、自分のちゃんと守備を固めておくと攻めることもしやすいっていう、そういう話なんですけど、僕小学生の時にサッカーしてたんですよね。で、一応その小5か小6ぐらいだったかなの時にサッカー見てて、で、ちょっとね、確か2002年のワールドカップですね、18年前、そうですね、ちょうど小5か小6ぐらいの時に、これの決勝がドイツ対ブラジルっていうやつだったんですよ。確かに。で、僕これだけが覚えてるのが、ドイツっていうのはオリバー・カーンっていう超強いゴールキーパーがいるんですよね。うん。で、僕はサッカーって全然わかんないんですけど、好きな選手を挙げるとしたらそのオリバー・カーンなんですよね。それ以外わかんないですけどね。うん、で、その時に、流行ってたか、歌とかもできるぐらい流行ってたような覚えがあって、人気でしたよね、その時。多分。で、要はキーパーが強いわけですね、ドイツって。で、ブラジルって、キーパーとかわかんないけど、ロナウドとか、ロナウジーニョとかが強くて、あれ多分、攻め、オフェンスの人じゃないかな。だから、防御の、ドイツと、攻撃のブラジルみたいな、そういう感じだったのかなと。で、これはなんとなく子供ながらに、ドイツってその防御をね、重視してる国なんだなっていうのは、なんとなく分かっていたというか、そういうふうに思ってました。うん。で、これ別に実際ドイツがそういう戦法かどうかってわかんないですけど、こういうその戦法の目的としては、守備を整えることで、安心して攻撃ができると。うん、そういう、そういうスタイルなわけですね。うん。なので、そういうスタイルでの一番美しい勝ち方っていうのは、1対0なんですよね。うん。1ポイントだけ入れて、あとは守りきるというのが、一番美しい勝ち方みたいですね。これ、本で読んだ気がするんですけど、ちょっと忘れちゃったんですけど、そういうことなんですね。うん。で、これ確かに、こうやってもちろんそのビジネスにも言えることかなっていうふうに思うんですよね。うん。どういう会社でもそうだと思うんですけど、要はそのストックビジネス的なもので、安定収入、安定感を出しつつ、そのお金の一部を使って、その攻撃ですね。要は投資だったり、新規開発だったり、そういうのをしていくっていうのが、要は、多分王道スタイルなんじゃないかなと思うんですね。うん。携帯会社とかも、多分、その最たるもので、僕ら携帯会社に毎月払ってますよね。8000円ぐらい。うん。で、それはあっちの携帯会社としては、ストックビジネスなわけなので、毎月こいつから、
河川入ると、それがこの何万人になっていって、その中で、まあ従業員さんの給料払ったりだったり、店舗代とかいろいろ払っていって、その中の一部に追加開発費だったりあるわけですよね。その新しいその携帯を開発するお金が、うん、だからそこでそのちょっとずつそこも攻めていってっていうのを、まあ、やってるというふうに思うんですよね、うん、はい、っていう感じなんですよね。でこれはその今のだと携帯会社と規模大きいですけど、これはまあもちろん僕らにも言える話、置き換えることができる話かなって思うんですね、うん、こうやってその、まあ、考え方としてはいろいろあると思うんですけど、これ多分な健太さんが言ってたような気がしたんだけど、あれかな、なんかその要は自分のその手に職があると、そうですね、なので例えばまあエンジニアを、エンジニアの仕事をやりつつ、まあそのお金を使って副業だったり投資だったりをすると。でそこのエンジニアの仕事を、仕事のところの、お金のところなんですけど、これがまあ要は一般的な企業の場合だと、なんですか、あまりその蓄えて残らなかったりっていうことがあるのかなと思うんですね。だから例えばっていうか、まあその会社員で例えば20万の、給料だったとすると、うん、それでまあ一人暮らししてたらあんまお金残んないんじゃないですかね、まあ、家賃とかで飯代とかでいろいろ持ってかれて、結局その貯金、残んないということになっちゃうと思うんですよ。になったり、まあ、使える時間とかもね、すごく多忙な仕事だと土日とかも潰されちゃって、その土日を自分の時間に当てることができない、うん、であれば、まあ、そのフリーランスだったり、なるべく自由な働き方ができるような会社に就職するなりして、まあ、自分の時間をうまいこと作ったり、その貯金をなるべくその増やせるようなその、まあ、割のいい仕事ですねに就くことで、これがまあ守備に当たるものですよね。でその残ったお金だったり残った時間を、まあ、攻めに使うことがいいと。でその守備力の高い仕事っていうのが、まあ、いわゆるそのウェブエンジニアというか、まあ、そういうエンジニアが、まあ、結構その守備力も強いというようなことですよね、うん、はい、っていうのでちょっとあれですね、ちょっとまとまりがすごく悪い気がするんですけど、うん、ま、この要はそのなんかちゃんと自分のそのあれですよね、守備もちゃんとやっぱ守備というかなんていうのかな、ある程度自分のその生活だったり仕事のこの基盤というかそういうのが安定してて初めてその攻めに行けると、うん、まあそういう感じですね。はい、なんでまあそうですね、それ守備固めておくと、まあ、攻めもねちょっとずつしやすいですよと、うん、うん、そういう感じですね。はい、ちょっと多分編集でうまいことまとめられてると思いますので、ありがとうございます、編集、はい、っていう感じですね。じゃあご視聴ありがとうございます。はい、じゃあまた見てください。